それでは夜チームご支援者の方々にご登壇いただきます皆様拍手でお迎えくださいえ改めましてご紹介いたします夜チームバットマン役滝川光大さんです本日はありがとうございますお忙しい中よろしくお願いいたします 夜チームジョーカー役なだぎたけしさんです。どうも、えー、ジョーカー役の堂本光一です。よろしくお願いします。一、うん、滑りしたということで。一 <laughs> <laughs> 滑りで、皆さん緊張が解けたんじゃないでしょうか。<laughs> M. C. が緊張しております。はい、よろしくお願いします。ええー、夜チームキャットまわびまく、あのさおりさんです。キャットふうま役のあのさおりです。よろしくお願いします。お願いします。 え夜チームハーレークイーン役室田瑞希さんですはい夜チームのハーレークイーン役室田瑞希ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえ本日あらかじめいくつかご質,問ご質問いただいておりますのでえ代読させていただきますえ本作品の見どころをぜひ皆様に教えていただきたいと思うんですけども滝川さんあのアクションやダンスシーンなどで見どころを教えていただけますでしょうか いやーそうですね、本当に世界級なダンスであったりアクロバットっていうのがこんなに身近で見れる機会ってなかなかないと思うのでそれに含め、ダンスも本当になんかいろんなジャンルのダンスは見れるショーとなっておりますのでそこもぜひ、まあ、6日から初日が来ますがよろししくお願いいいたまますす、はい、ありがとうございます音楽についてもぜひ聞かせていただきたいんですけども。 あ、えっ、ー、と、すみません、これは。大丈夫ですか。<laughs> 大丈夫ですか。<laughs> 室田ですか。<だ>違います、ね。室田さん、ぜひ音楽についてか、ね、聞かせていただけますでしょうか。室、はい、ちそうですね、音楽。なん <laughs> ですか、室ちゃん、室ちゃんって。<laughs> <laughs> うん、<laughs> あの、音楽については、私は、あの、この、なんていうんですか。 歌に関してあまりそんなにあのたくさん歌ってるよという場面はそんなにないんですけど、うん、セリフの部分でちょっと参加してたりするので<ー>そんな私のセリフをねあの可愛い,いハーレーの声を出してますのでちょっとだけでもいいから注目してほしいなって思いますねそこにはいわかりやすいですかそこの部分はわかりやすいと思いますハレちゃんのはい,ういうの私の声だなって一発で一発でわか,かると思います。お それは期待やね。これから来ニくる室田ファンは。そうですね。大丈夫ですか。ありがとうございます。大丈夫ですか。あの室田さんをはじめ、ゲストの皆さんも楽曲、特にあのラップであったりとか、あの提供いろいろさせていただいていると思うんですけども、えっとそのあたりはいかがでしょうか。そうですね。あのラップを担当してくださってる方、あの翔太さんという方が他のチームのあの方がいるんですけど。 めちゃめちゃ上手なんですよあの聞いていただいたと思うんですけどラップの部分ほとんど翔太さんがあの担当しているらしいんですけど私も聞いたとき翔太さんラップ上手だなと思ってなのでそこのラップにも本当に注目していただきたいんですよはい、ぜひ聞いてくださいラップいつもね、真似してるもんね裏でね <laughs> どんな感じで、はい、どんな感じで <laughs> やっちゃうのニポッヒーポ <laughs> あの、すみません あの聞かてください。こちらからは以上です。ありがとうございましたよろしくどうぞ。すごいあのとってもいいチームワークなんですけども、チームごとの特色っていうところがもしあったらぜひ聞かせていただきたいんですけども。特色。中木さんですかね。中木さんですか。はい、中木さんぜひ。 特色ですかチームんとに4チーム体制でやっておりましてうんとにその中でも我々は一番こうバラエティーに飛んでるかなとの本当に舞台俳優がいて女子プロレスラーがいてそしてお笑い芸人がいてそしてアイドルがいるというだからこう何ていうんですかねいい意味で型にはまらない。 多少、脱線してもうん、うん、このチームだったら全然大丈夫だろうというところのファニー感ですね、うんえー、そういうところがこのチームはあの結構あるので,で、ね、あの本当にあの楽しみながらやってても楽しいですもんね。 あのほな他のチームとかはすごくアクロバットが得意な、ね、メンバーが集まってるチームだったりとかダンスがね本当にあの得意な、はい、アクションが得意なチームだったとかいろいろその色は分かれてるんですけどあのだから本当にアクションチームなんてジョーカーがね ピョンピョン飛び跳ねてますからそうそんな飛び跳ねるジョーカー見たことないよっていうぐらいもうバンバン飛んでるんで <laughs>、うん、まあその辺もあの注目していただきたいなとそうで,す、ね、でもあの多分ね1チーム見たら他のチームどんな感じなんやろうと思って、うん、おそらく,、ね、見,たく見たくなると思うんで是非、はい、ともあのー、全然違うね これから見に来る方はコンプリートしていただいて、はいうん、そうですねコ、えー、コンプリートコンププリリーートトして一つで4度おいしいというね <laughs>、はい、ニンジャバットマンでなんで <laughs>、うん、その辺もよろしくどうぞということでありがとうございますはどのチームに見ていただきたいというのがありますか、ね、それはもちろん私たちのチーム見ていただきたいですけれども, <laughs> も,もでもやっぱね他のチームめちゃめちゃいいんですよもうやっぱ私たちも全部見てるんですけれども、はい、それぞれ良さがあって。うん なんかこう感動するところもあったりとかしてあとこう注目すべきは「ジョーカー兵コウモリ衆」などなど<ー>もうすごいです、うん、本当彼らがいないとこの舞台成り立ってないなって思うのでそ,う、うん、そこも皆さん是非見ていただきたいなって思いますね、うん、ありがとうございますあの今回のショーで一番苦労したなと思うところがあったら先川さん是非教えていただきたいんですけども今回の作品で苦労したことですかなんか普通に今日も 2回通したんですけどやっぱりこの甲冑であったりそのバットマンのなんか衣装プラスなんか覚悟の重さっていうのがすごい感じる作品なのでそれに重圧にあの負けじと自分の気持ちを強くするっていう部分も一番大切な部分だっなって思いながら今回やってます。 あの今回のショーどんな方に見ていただきたいかっていうのをぜひな木さんからいただけますすででしょう、ね、なんですか誰に見ていただきたいかどんな方に見ていただきたいかっていうのがありましたらぜひいやそれはもうあのいろんな方に見ていただきたい、まあ、特にねあめこみ好き な方にはあの見ていただきたいなというのはもちろんありますね。まあ僕もアメコミ大好きなんで、だからアメコミ好きな方が見てどう評価してくれるのかなというのはもうそのいろんな意味でね、からしない意見もあり、ねあの優しい意見もありということで興味があるところですけれども、はい。まあ本当にバットマン知らない方でもね、あの本当ショートして楽しめるステージになっていると思うので、ワクワクしますね。そうね次から次へともどん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 いろんなものが出てきて、ピョン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 飛び跳ねて、バンバン踊って。 何回叩かれるんだろうって思いますね。今日とかめっちゃ初めて突っ込みめっちゃ入って。突っ込み？ムロ。ムロ？お前な。そうそう。バンバン叩いてたもんな。もあかん大いなことしたら突っ込み入ったの？めちゃお辞儀ありがとうございました。バシンバシン。いいのあれね。やめやれ。いやもうねあの見ていただいた方はわかると思いますけど最後のあの縦の十二曲目十三曲目もうね意識ないんですよほとんど。 人のね、いやほんとう酸欠でねほぼ意識がない状態でやってるんです2人ともそうですよね今日なんて今なんて特にあったね昼間にも一1回通してるからもうほとんどあれ次の手なのあれマジの疲れですからねあれでもそれがマジでリアルな感じでいいですよねいや、だからある意味これが1ヶ月続くんか思ったらもう。 どのあたりで死にそうになるんのやろうっていうね <laughs> ある意味自分との戦いでもありますよねだからなんかいろんな意味で見てほしいなというふうに思います。はいはいはい ふんだんにアクションが取り入れられていますけども、はい、もし戦ったらですね誰が一番強いのかなっていうところをあの,あの室田さんにぜひ教えていただければと思います絶対に広大さん <laughs> もう絶対そうあのもう稽古中でもなんか例えばアクションのシーンとかでじゃあちょっとあのバランス崩してもいいようにあのちょっと力のある人あのこの辺にちょっとスタンバイしといてくださいみたいな時に広大さんがもうずんずん入ってきて 私がスタンバイしようって感じでもう真ん中でドシーンと構えてるんですよ <laughs> シーンはいもうシーンと構えててもうこの人に任せれば大丈夫みたいなのをみんながもう知ってるぐらい、うん、あの本当に心強い部分もありますし、ね、もし戦ったらもう心強い っていい、うううのじゃゃなな本当に負けちそだね、んかその戦う部分で多分強いなって思っていただけると思うんですけど「なんかバットマン」とすごい似てる部分は気持ちがちょっと情に流されやすいというかなんか本当にこの「バットマン」をやる上でいろんな作品見たんですけどジョーカーに対する思いとかがなんか情が出てきてしまうと過去の生い立ちであったりとか。 そうした部分からこのステージに立つとっ切りたくないとかってそういう部分が出てきちゃうんですよそういう弱さもありますね本当になるほど、はいろんな映画見てそ,のそれぞれのキャラクターの起源を知るとそうです、ね、なんか攻撃しにくくなる、はい、心優しい強くて心優しいホントにヒーローやね<前>そありがとうございます。<laughs> 言も、バットマンやるために生まれてきたような男やね。でも、本当にかっこいいですよ。めっちゃなんか、はっきり言ってやった。はい、めっちゃかっこいいです。ポーズが。裏でバカにしてるもん。なバカにしてない。バカにしてないですよ。ぜひね、その、滝川バットマン。ね。滝川バットマン見てほしい。よろしくお願いいたします。はい、あのさんは誰が一番強いかなと思います。誰が強いかですか。いや、それは。かっこいいでもいいです。し いやそれは自分じゃないですかあそうですね、うん、そういうことですよね現役女子プロレスラーですから <laughs>、はい、私が一番強いと思いますまあ <laughs>、うん、一番マジで強いやろうな、はいまあ、ちょっととあるシーンでねちょっとあの助けてもらうシーンっていうかあるんですけど、うん、いつかちょっとちょっと技で技で技で受け止めてもらうかなって <laughs> 技で受け止める <laughs> 楽しみだな落ちてくるシーンでこの階段の落ちてくるところでくるって待ってこうプランチャーみたいにプランチャー受け見るマスカラスみたいにねちょっと古いけどうん俺の場合はちょっと古いけどだから受け止めなあかんだからまあでも絶対落とすことはないんでそうねだからそれも含めて心強いけどでも強いのは私ですわーでもあの沢里はね時折女子を見せるんですよそうなんですよそうなんですよね稽古中ね稽古中階段落ちのところでこう 後ろからバッて抱きかかえたときにキャーって見てましたからね急に女子を出すという今いキャラ作ってますけどね本当は本当に乙女だからね。はい、いききましょう本郷を入れてはロビンレッドフードナイトウィングと他のキャラクターも出てきますがそのキャラクターの特徴といいますか皆さんにぜひちょっと教えていただきたいんですけどもまず名崎さんいかがですか キャラクターの特徴、ぜひちょっとあのロビンですかロビンズまあそうですねレッド・ロビンとか、はいろいろありますまあそもそもロビンというキャラクターはそのねバットマンの相棒というようなことでずっと定着しているキャラクターですけど、まあ、それがあの時代劇にいい風にどうなるのかなというのはう、ね、期待感はあると思うんで,、うん、でこう何ですかね見た,キャラ見た感じのキャラクターがロビンは特に。 え、これロビンなんみたいなあの感じだと思うんで、その辺もちょっとあのそのファニー感も楽しんでいただけたらなって思っておりますね。はい、あのそうですね。はい。他にはあのロビンズなるところがあったらぜひ教えていただきたい。あのなんかわざわすごいですよね皆さん。そうですね。なんかロビンも二人いらっしゃいますし、日替わりでロビンもね。でそれぞれに特徴が全然違う二人なので、なんか。 あこっちのロビン見たらあっちのロビンも見てみたいとかナイトウィングであったりレッドロビンとか本当にそのキャラクターであったりその人物が存在するからこそなんかいろんな感情が芽生える作品になっていて自分はあのロビンしかあの関わることができないんですけどなんかそのロビンがなんか去っていく姿であったりっていうのがなんか。 バットマンのいろんな感情を引き出す。素晴らしいことになっているので。うんね、本当に感謝しかないです、ね。だから、こう普段のバットマンは、まあ、相棒といえばロビンで、まあ、サイドキックが一人なんですよ。うん、要は。だから、今回はね、いろんなロビンがいるので、本当に、その。そうですね。チームワークも出てきます、ねうん。ナイトウィングも。はい、はい。チームワークの。うん バットマンたちをね、うん、そのチームワークを見ていただけるとまた楽しいんじゃないかなと思いますね、はい、あます。の本作ではロビン、レッドロビン、ナイトウィングキャラクターが日替わりで出演となっておりますので、うんはい、ぜひご注目をいただければと思いますリピーターチケットなども楽しんでいただけるふんだんの要素がありますのでよろしくお願いいたしますはい、はい えー、6日よりあの開演いたすの忍者バットマンダーシ開幕に向けてぜひ意気込みのほうをです、ね、お一人ずついただければと思います滝川さんよろしくお願いいいたしますす、はい、そうですねいよいよあの開幕できるんだっていう気持ちがすごいあるんですけどやっぱりいろんな方々に見ていただいていろんな感情を抱いて。なんか これ見て、なんか明日も頑張っていけるとかっていう作品になれるように自分たちも全力の気持ちを込めて舞台上に立っていますのでぜひ初日から最後まで千秋楽まで無事にかけられるよう私たちも頑張っていきますのでどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします良、はい、木さんよろしくお願いします。 そうですね。まあ今も高大君が言ってくれた通りなんですけど、あのー、まあそれでいて四チームがね、えーうん、頑張っている舞台でもあるので、うんえー、それぞれ四チームをぜひとも楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。阿野さん、意気込みの方よろしくお願いします。はい。多分皆さんここいらっしゃる皆さんは一体どういうふうにあの映画を舞台にしてるんだろうって気持ちでドキドキでいらっしゃると思うんですね。でも。 そのドキドキをわくわくに変えてみせたいなと思っているので<ら>皆さんふらっとするふらっとくるかような感じで、うん、あのこちら、えっと、どシアターミクサーに遊びに来てくださったらいいなって思います。うんうんはい 最後のりおと<ろ>さん、よろしくお願いします。<ろ>はい。私が、締めなんですね <laughs> <laughs> な。なぜかね。<laughs> なんでですかね。って思いながら、ずっと。うん、はい、私だよな、次って思って。いややっぱり締めてください。ね<え>、はい、現役のアイドルやから。<laughs> そうですよね。頑張ります。 うん、そうですね、あの,、うん、あの私、すごいびっくりしたのがこの映像とかを使ったパフォーマンスダンスだったりこうアクションだったり後ろの映像もた一緒に楽しめるなと思うのでこう前で見ても表情だったりを楽しめるしこう後ろの方で見てもこう一体感を楽しめるのでもうどの席にいても楽しめるということでもういろんな方に見てほしいなと思いますす以上です <laughs> こちららからはねありがとうございます。はい はい、室田水希でした。ありがとうございます。ありがとうございました。